はい。それでは、えっと、京都品場ステークス、ダイヤモンドステークス、国立大商店、フェオリーステークス、自己調査始めます。はい。えー、まず、京都品場ステークスからですね。で、ちょっと事前調査で、えー、言い過ぎた部分もあって、ほとんどシュルシュって思ったんで、あちゃあポーちょっぽーと思って、言うことはあんまないで、と思ってたんですけど、ないですね、これ。 はい。えー、京都インバーステークスですけど、まあ、ミスパン、リバティハイツ、ここの、まあ、人気決着なりそうかなと今も思ってます。枠順決まり次第ですか。はい。えー、一応、京都の外回りで、この会社にやってくると、やっぱり、うちがちょっと厳しくて、外回りだしね。うん、ちょっとやっぱ外目が、え、有利と。はい、まあ、中、そ、中から、そうですね。内内ちゃうち、うちは、中から外か。はい。 えー、っていうことですね。外すぎず、打ちすぎずがいいよっていうことで。まあ、ミスパンですか、今年も。はい。ミスパンテール。えっと、この馬は、はい、秋不審言われてたけど、全然ちゃんとか走らされてます。歴史をたどりましょう。彼女の歴史をたどりましょう。はい。He's His history. んちょっとちゃうな。ちょっと英語わ分からんから。分からん。はい。ターコイズステークス買って、去年、京都品馬、阪神馬と総なめ参冠ですわ。はい。で、その後、ビクトリアマイル、これは g 1なし、5着よく終わりました。府中品馬ステークス、エルダム超距離も全然舞台もちゃいますよ、ちゅうことで。これで不審って言われたらしい。そら、そうやねこんなとこ走らせる馬う怒ってるわ。ターコイズしっかり戻ってきて、しっかり人気落として、なんと1着ってことで。はい。金量56キロ。品馬で、えー、56キロってことは、ボバカンさんの58キロ、こちら背負って前回圧勝してます。 はい。まあ今回もね、5697って問題ないと思われます。ありがとうございました。ミスパンですか、今年も。はい。まあ、一番人気するってどうかっていうところありますけどね。それはちょっと、えー、マークされたらわからないんですけど、まあまた本チャンの決めましょう。はい。太鼓リバティハイツ。こちらもちょっとね、えー、ミスパンと近い理由です はい。えー、まぁ、大箇所6着の前にフィリールズレビューとかで頑張ってましたしね。はい。1 0まあまあ、このまの二話ですか。はい。で、え、え、最近マイルでも活躍見出しまして、クイーンステークス、この意味は暗いとこ走らされた後ですね。ちゃんと、え、え、オープンも、自己条件戻ってきて、阪神マイルを三着。そして前走ターコイズ2着と。マイルでも頑張ってますけど、本来このまやはり千四ぐらいが、えー、ベスト。千四千六、特に千四が良かったはず。ビリバテてはい、確かフィリールズレビュー、ええー、かっこいい差し切りしてたんで、めっちゃかっこよかった。あれはかっこよかった。はい。今回も頑張ってください。安城北まで祐一、 さんはいクロノジェネシスあと他にも連れてきてるね今年は北村瑠さん重賞今年は何勝ちましたかあと教えてくださいああすいませんダナスマッシュでありがとうございましたそしてバルディゼロでも勝ってますはい、うんはい、北村瑠さん最近フィーバーしてますんでよろしくお願いしますはいであとはワン・ツーが安城でムちゃんでこれが試運転するんか全然わからんただ堅実に走ってくるからしかも前走負けたんはただ単に外枠で負けただけやからはい これは一番難しい。人気出れるしね。ワン、ツーを買うか買わんかで馬券が左右されそうです。はい。えー、去年マイルで、えー、3連体ですか。うん。 はい。勝ちきれないとこがワン、ツーらしいんですけど、今年はどうでしょうかちょっとこれはもう評価できません、私は。はい。軽く仕上げてるんでしょうかどうでしょうかえー、ニュースも書いてないんで、ちょっとわかりません、私は。私わかりません。はい。で、えー、ベルーが特注部売ってました。はい。期待の星、中内田さんとこってことで、今年も春先絶好調 !9、4、1、13、なんと開幕 33%! 三着演出50%ってことで。まあ、中内田さんとこって大体ね、えー、ゆうすけさんか、もう、 基本的には川田さんを連れてくるんですね。うん。そうなってくるとやっぱ川田さんと中藤田さんの鉄板のこの冬の京都は鬼なんで、はい、冬の京都鬼ですね。勝率16%、35月、52.3%ってことで、ここの冬の方程式すごいです。冬の京都覚えておきましょう。えー、明けましておめでとうございますからの京都覚えておきましょう。川田さんと中藤田さん、勝利の方程式です。ありがとうございました。 ま、ベルグが勝つか別にしてね。はい。まあ、このもともと京都外回りはっていうと、たぶまずファンタジーで買ってますんで、まあまあ走れんことないで分かってますと。はい。で、10ヶ月半、えー、骨折でしたっけ休み明けで、新潟の1 4しっかり3着。前走炭酸ナイト5着でしたけど、この断然一番人気背負った理由が、ちょっともう人、過剰人気やったし。うん。で、やっぱ1 0 0って忙しいと思ってたんで。うん。まあ、新馬戦勝ちましたけど、やっぱ1 0 4ぐる、1 0 4が向くそうなね、客人なのに、前走1 0 0使ってもうたんだよ。それはちょっと距離短いね、言うてる間に終わってもうた、ね あすいませんもう終わりですかいでねゴールバンス来てから、ね「まだもうんの?」言ってたからね馬,馬が怒ってたこれは馬が怒ってたではい頑張ってくださいでベルーガをドーマホぐらいにしようかなと思って評価したんですまあでもターンでもええかなと思ってますようん で、まあ一応15町さんもこちらで特注場ですね。あの後気づいた特、あの後っていうか、事前調査の後で、あっと思った特注場一頭打っておきますね。はい、今度はこちらですね。はい、ディメンシオンですね。こちらでいきましょう。はい、安城福永さん継続、藤原福永さん、こちらも鉄板の方程式なんで覚えておいてください。はい、藤原さん今年も春先絶好調ですか ですね。はい。24%の55%です。確変中ですわ。福永さんでちなみに今年頑張ってるなんか福永さんのイメージ全然ないけど大丈夫福永さんは、でもこの方あれんな、勝率高いと思ってもう結局あれんな、未処理とか新馬さんに強いだけやからな。めっちゃ言い方悪いけど。処理率15%、30分で七47%絶好調ですけど。相変わらず重症で、なんか目立ちませんよね。ですよね。まあインディーチャンプ買ったんですがあれも圧倒的だったし。うん うんですね。うんうんですね。やっぱり、新馬戦と未勝利に出かなかったのかな、はい。で、福永さんが、新、え、馬、ー、未勝利勝ちやすい理由っていうのは、やはりスタートセンス抜群なんですよ。うん。最強外人よくね、デムちゃん特、特に、特にデムちゃん。特に、えー、誰とは言いませんけど、某ミルコデムロさんは特に出遅れるんで。はい。そういった意味で、やっぱね、新馬戦未勝利でやっぱゲートが大切なんでね。まあ、住所もそれ大切なんですけど、やっぱ、福永さんスタートがうです。コツは知りません、私は。乗ったことないです。うまに,に乗ったことないんで分かりませんけど。はい。 で、この馬は中東エイ8、前走ターコイド5着やったんですけど、それまで3連勝で上昇してたんですね。うん。まあ、あ専用がちょっと忙しいかなっていう面もありますけど。うん。え上がり馬で最後ね、1600万を1.9倍で、えー、差し切り。なかなかいい足読みしてくれました。で、前走もしかも初重賞で3番人気せよって5着ですよ。めっちゃ頑張ってませんと思って。で、この馬が今回ね、京都インバステークスの予想図を見ると、あと2桁人気らしいです。 嘘やろと思ってサイド買うやろ。それやったら買うやろと思って。はい、電ン見ておきましょう。いや、買うやろ、そら。 え前走ディメンションさん11番です。やはり福中さんのスタートセンスがいいんでね。ある程度前行っちゃうんですよね。馬がかかり行ったわけじゃないと思うんですけど。馬は自然と行け、行け言うてもてね。はい。えー、スタート、スタート良かったで、ね、ちょっと行ってもうたんですけど。えーね。えー、外回のピンクの前行きましたがその後ろに11番ディメンションさん、今一ワイ出てきたね。こんにち出てきたんですけど、福永さんちょっと待って、スタート良かったんですけど、押さえましょうか。はで、一旦押さえたんですね。はい。馬はちょっとかかり行ってるんですけど。はい。で、落ち着いて5、6番手追走になったんですけど。はい。最後ね、まあ、ミスパン、リバティハイツ、そして、 結構暗示の位置取り見たら、やっぱりこれ、内がね、内が有利やったんですよね。はい。すべて内からけました。で、その中、ディメンシアンはっていうと、外まくってますよね。はい。緑星、外行ってます。んで、えー、今のね、コーナリング見てわかるように、明らかにこの中山マイルのコーナリング苦手としますが明らかに外に膨れてますよね。馬のスペースあったくせに膨れてる。うん。で、追い出しに時間かかってますんで。えー、これ考えるとね、やっぱり立ち回りの器用さはかけますんで、やっぱり今日の会の 今回の京都頻波ステークスの外回り、京都専用はこのままに向きます。うん。で、京都の外回り専用は前も言ってます通り、スプリントもそうですけど、マイルも向きますよと。うん。えー、直線長いですし。うん。正直、ジャーロン短縮したところでね、えー、よくそのステークスでもやっぱね、マイちゃんの前哨戦っていうように、やっぱりそのステークス固まってマイちゃんもね、そのまま直結しやすいって言いますんで。うん。 特に距離は1話の短縮でも外回りなら問題ないです。これが阪神専用とかの内回りならちょっと派手ななんですけど、京都の専用外回りはマイル適正の方がむしろ私は個人的には向いてると思ってるんで。頑張ってください。京都外回り。もう1800円実績あります。うん。京都もね、えー、コーナーリング独特なんですけど、まあ、えー、外回りこのまま壊してるってことで頑張ってください。ディミニシオンさん応援しておきます。10番人ぎゅうりだとほんまに買うぞ、こいつ。来るか知らんけど。はい。次行きましょうか。 えーっと、次は、何やったっけえー、ダイヤモンドステークスいきましょう。はい、ダイヤモンドステークスですね。はい、こちらは、まあまあ、人気通りグローブシアター UK ンスマイルですか。まあ、こちらが前回言いましたね。はい、えー、こちら、過去、たどってみますと、マヨンステークスの、えー、上がり使った馬が全部来てますよと。えー、きっかけは、このアルバートの時の2着のラブラードライドなんで、このまま人気ないの来たんやと思ったら、マヨンステークスで上がり最速でしたと。はい。 で、去年はそれがイトバが、えー、リッチマンでしたね。最速じゃなかったですけど、上がりに使ったのが、イトバこいつだけやったんで、リッチマンを退をしたら、フェミゲームとワッシュワッシュで、で今年どうしようかなと思って、とりあえず、この上がり最速のままはって言うと、うん、ユーキャンスマイルドグローブシアターの伊藤です。で、この伊藤はまず人気出るんで、まあ、このまましかも、まあ、二刀とも強いんで、まあ、どうでもいいや、どうでもやって失礼けど、どうでもいいわと思って。はい。であと、は赤フェブリッツ、マヨンステークス4着ばっか、えー、ソウリンポクと去年の3着ばかってことで、ほぼ人気通りの印を打っております。 はい。ただ、ここも一頭特注を打っておきます。はい。いろいろ前と、いろいろね、別にどれ来てもおかしくないなと思ったんですけど、ブライトバローズでいきますか。うん。まあ、どれ、どの馬来てもおかしくないなと思ったんですけど、正直ね、サンデームーティーでもピッツバーグでも面白いなと思ったんですけど。はい。えー、ブライトバローズというと、ホリさんとこですよね。はい。で、休み明けなんで、ちょっと怖いん。 で、えー、全然実績ないように見えますけど、もともとこの馬ってね、まあ最近ちょっとね、えー、ちょっとあんま、洋、え、芝、ー、の長距離とかね、あと重症発症と調子としだけなんですけど、もともと東京24、えー、福島26、小倉26、中身25、とうとう、やっぱりね、もともとはこの距離あるところでこなした馬です、特に小倉26はほぼほぼ強かったんで、うん。 まあ、長距離向かうことないんで、まあ、東京24さえこなしといたら、もうその延長線上ではもう東京3000、えー、何やったっけ、3000、えー、ダイヤモンド何やっ,っけ、3000か。しかもほぼほぼないんで、うん、まあ、めぐ記念惨敗しましたけど、これはちょっとね、仕上がりってなかったのもありますしね、うん、7ヶ月半開けましたけど、全然調教しなかったんで、はい。 安城石橋さんなら、えー、この舞台あん、信頼してもいいんちゃうかなと思ってます。最近不審ですけど、まず吉芝と、ね、中山のルカムも、距離短いし、会うてないと。うん。買うなら、この東京さんでないかな。で、ここで決まっちゃうと、まぁ、あ、ちょっと司法さんとかいますけど、まぁ、あ、これで決まると、なんと、はい、グローブシアター、ユーキャンスマイル、そしてブライトバルーズで決まると、なんと、金亀、金亀、金亀、金ってことで、金亀祭り待ってるんでね、頑張ってください。んまあそういうことや。うん。金亀祭りやろ。面白いやろ、うん。結構面白いことやった、俺は。うん はあまあ、そんな感じだろ金亀だぞ。金亀長距離で全然効かへんやけどな。頑張るよ。ってか、グローシアードで有権スマイルも撮ることあんの飛ぶことあんのお前ら。しかもなんか、ーキャンスマイルに限ってアンジョー・ユさんじゃないのこれ。岩田さん。なんでなんでですかあ、えあ、京都イン,ン乗るからかあ、そっかそっか。とりあえずやってるよな。なるほど、なるほど。ザワールド、なるほど。了解です。ありがとうございました。こちらそんなことありません。正直、これ以上語ることないと思ってる。マヨンステークスの上がり早速。これは毎年見てください。 はい、で意外とね去年のリッジマンみたいに人気落ちる時あるんで落ちてる人落ちてる馬がおるんで結構注目しておいてくださいこれは冗談の時序断の時でマイナステーク下がり馬は毎回来てますはい、うんはい、すいませんここ手短にダイヤモンドステークスを終わらせてもらいますはい、えー、次は、えー、小倉大商店ですねはい、えー、小倉大商店は、えー、ステイフェリオエアンセムあるいは、えー、人気集める中ですね、えー、本命 マウントコールド5、6番人気と予想されてますけど、まあ、全、これはシンプルに全走1番人気で惨敗、それだけです。まあ、チャレンジカップ2着で、エアウィンザーに対して2着やったし、十分なんと。まあ、それまでもね、オープンクラス、あるいは小倉記念でも3着と。えー、十分実績残してますんで、距離1008がちょっと短いかなーっていうのもありますけどね。まあ、浜中さんの小倉なら信頼していいかなってことで本命1ょっておきます。まだ本命打っておきますわ。ちょっとこれまだ、えー、枠順決まり次第変えるかもしれないですけど、うん。5、6番人気ならこのままが一番美味しいんちゃうかなと思ってます。はい。 で、スティフィリオ、ヤアンセムは、ここが福島記念の、えー、1、3着はここは粗品に押さえとくんと。はい。で、注目がディープらしくないディープ。小倉に強いディープってことで、鈴鹿ディープとレドロック。こちらは小倉でバックソース2等なんで、ディープ、しかもディープサンク用からもよ,よってたんでね、このまで、ね、はい。ダコール等々ね。ダコール、えー、アルバトドックか。はい。 で今回はディープ2頭。ただ人気薄いし、実力は確かに実績はしたですけど、まあ、か住所で語るならこういうローカルの班で、特に地元,地元っていうか、ね、小倉で強いんで、ここで活躍し,し,してほしいなっていう2頭を選びました。えー、レトロックなんか2層前に買ってますんでね、ねープね。で、鈴鹿ディープはね、去年博多ステークス、ここ博多見に行って、小倉か見に行って買ってますんで、はい、もう願ったりかなったり買って、わしわして言うんですけど、うん。今糸は小倉は非常に強いです。 来るかは知りません、はい、で、あとは、その、ケーティクレバー、タイン・フランケル、マイスタイル、アル・タ・ダ・ポジ、ここら辺の人気馬を、同型が多いんでどうしようかなって話ですよ。もう前々で決まっちゃうんか。前が失速してね、後ろから決まるんかってことで。まあ、私はその間取って、マウント・ゴルドス、セーフェリオ、エアンセム、ちょっとやっぱ中断、あれ、前目、ちょっと前目かな、先行馬で上がり、ちょっと使えるぐらいの馬立ち選んだんですけど、うん、正直ね、ここはね、もう枠順とか決まるの分かれへん。うん、私は分かれません。 誰が逃げるとか予想したくないもん。わからんもん。なんかおるやん、たまに逃げ馬のくせにさ。あれなんで今日逃げへんのみたいな。なんか最高をずっと歩いたやつおるやんとかも,おもあるやん。わからんねん。うん。丸太タ,タポジーはさすがにもういいかな。まあ、ただ、この中で聞けてくれば、も確かに調子いいんですけど、えー、マイスタイルはまあおもろいんやけど、基本的にもいちゃくちゃかただまあ、この中で4頭の中で同型の中で一番、ね、 えー、ありなんかなぁと思うが、まぁ、あ、黒3回ぐらいし、あ、白参加をしておきましょうか。えー、谷のフランケルかなぁまだ2着3着ありそうな。はい、前走中山金杯3ヶ月半明け3着。んで、この3着が、えー、はっきりした逃げですね。前半59秒飛ばして、最後後半1分59秒ってことで、前傾ラップなんで。うん。ある程度飛ばして逃げる形にはしてくれたんで、まぁ、あ、まぁまぁ、これやったら今回、 変えるかなでんといってもこの馬、えー、小倉1 0 0を、えー、1000万条件ですけどまあ二着場にコンマなで圧勝してますんでまあ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 小倉1 0 0の実績考えたらこの馬かなと思ってますはいまあ最近はっきりしてますね1 0 0から2000が守備範囲って感じかな22が厳しいかなっていうところですよねはい、まあ、中山前走ギリギリこなしましたけどやっぱ京都小倉下手なところが向いてるなってイメージあります で、一応、単位オフランケルということで、えー、血統から見ると、バ馬も行わせるよってことで、阪神戦をこなしてますんで、うん、まあ、つかみどころがちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、はい。まあ、どうでしょう。ただ、この馬が一番人気せよとどうかなってことですね。マークされるんでね、頭、うん、考えてください。あとは皆さん考えてください。展開はお互い、私は分かりません。<laughs> せんはいということで、えー、ここから大将でもすいませんけど、短いですけど、こんなもんしておきますかね。 まだワクチン決まってからな正直はいあとはフェブラリーステークスをいきましょうかはい、えー、フェブラリーステークスですね はい、えー、こちらは、えー、本命ゴールドリュール、対抗サンライズソアですね。で、オメカパフィーム。もともとゴールドドリームとオメカパフィームの G1 ならもうデムちゃん、ルメちゃんやって言ってたんですけど、まあ、オメカパフィームが東京戦6をこなせるか、左回りをこなせるかっていうと、今までの実績からしたらちょっと厳しいかなと思って、まあ、一応デムちゃんが最悪でもなんかしてくるかなと思って、一応このシュックル三角。 で、ゴールドドリームはもちろん本命変われません。去年2着場、おととし1着場ですね。やっぱこの舞台、東京の舞台、やっぱ、えー、ゴールドアリル。で、え今まで、えー、G1 ね、地方、ターーって走ってきましたけど、フェブラリー以降ね。まあ、強いですね。カシワ1着、テオショ1着、マイちゃん2着でしょしかも、ルワンスルで負けただけ。ゼンソー、パーフィーメ負けましたけど、2着でしょ強いですね。まあ、強いですね。ゼンソも2000ってこのままパフォーマンスすると出にくいとこなんですけどね。 帝王賞も買ってますしね。すごいなと思ってね。東京マイルだけじゃないんだと思ってこ、このまこのまやばくね賞金飲もうってん。なんと本賞金3億円すげえな、俺に1億くれよ、くれよ、お前。俺に億くれよ。はっえ、ほんまや、ほんまや。チャンピオンズカップも買ったからな、こいつ。やばいな。衰えてませんね、多分。まだ衰えてない。まだ生きるよ。はい。すごいよ。このますごいよ。はい。それに尽きる。で、あれやろ、インってよるか二2番人気なんだろ下手しい。 うますぎれやろ美味しいやろそら。インティーをどうするかあとは。あとは皆さん、インティーをどうするかこれ。一番人気のインティーよ。えー、初の東京マイルのインティーをどうするか皆さん次第。左回りがあんま好きじゃないって言ってますし、どうしようかなと思ってます。うん。去年のうちテーム迅速の匂いがしてるって皆さん言ってますけど、どうですかまあでもね、強いのは強いね。確かに、えー、今まで4コーナー18以上で試してますけど、確かにマイルだってペース上がっても、なんか今までのこの競馬見てたら、なんか確かに強いイメージはある。 うん。うん。ただ、ちょっと、やっぱ、テーム迅速みたいな感じはするけどな。どうかとか、どんだ、あれ、マークーバーがどんだけ来るかやね。インティをマークするまで、豊かさんやから、まあ、プレッシャー。豊かさんオーラでね、逃げ切ったんやけど、豊かさんがもう来るな来るなってね、オーラ出したんやけど、誰か書えたらね、わかりません。これわかりません。 コパのキッキング、ナナコさん予定通りです。ありがとうございました。ナナコさんって東京何クラ走るんですか ?4 クラも走ってくれるのすげえな。これはまたあれですね。今年の G1 は客が増えますね。これ、ナナコフィーバーですかこれ。これはナナコフィーバーですこれ、今年。はい、頑張ってください。はい。で、まあ、3列はその中で対抗と。えー、6番人気まで人気落ちます。で、このままね、えー、最近1 0 0九9、まあオメガバフェみたいな感じですか ?2000 とかこなしてるんですけど、もともとこのまどここなしてたかっていうと、やっぱ東京マイル、ムソッションステークス2着。 はい。えー、ユニコーンステークス3着、セイリューステークス1着と、東京マイル3回発射3回の馬券。で、もっと言うと、この、えー、芝の成績覗くと、このままダートレー、えー、馬券外したんが、えー、シュワスステークス、ムサシ二2着頑張った後の謎の中山オープン連れてかれての一番人気で10着と。はい。こちらもね、えー、せっかくね、地方を買った後になぜか東京2500という意味わからん距離のとこ使わされて、しかも1番人気で安嬢デムちゃんというようわからんとこ使わされての14着。この2回だけです、このまま分けたん。あとは全て馬券絡んでます。はい。 すごいです。ダート成績3、2、6、2です。素晴らしい。うん。どこでも堅実。で、8、8がスペシャルウィークってことで、ね。8、8、スペシャルウィーク。スペシャルウィーク系は G1 特に大舞台が強いよ。緊張感が何かがよくあけど強いよってことで、チャンピオンズカップ、JBC クラシック、そして、昔のジャパンダートダービーか。2着と、馬券全て絡んでますと。はい。やっぱこのま,ま最高でしょう。しかも6番人間も落ちるんでしょ。遠くに回るてだけで距離が短いと思われてんか。昔走ったぞ。 昔走ったぞ。ただ、ここ、案上が田辺さんこれがどうなるかい人気ない時の田辺さんいけるな確かに、確かにおもろい。これはコパのリッキーの匂いがする。これはコパのリッキーの匂いがする。何回もこう。コパのリッキーの匂いがするぞコパのリッキーってなんちゃ。コパのリッキーどこやったコパのさん教えてどこおるのコパの、コパの、コパ、おっとコパの。ちゃうね、これ困んなやね。あれコパのリッキー、コ、コパのインターする。え、誰コパの、コパおっとコパのリッキー。なんと、16番人気。これはすごかった。 んこれはみんなびっくりしたやろうな。はい。3連単なんと、1、2番人気らんでるくせに、94万円すごい。すごい。いごい <laughs> これはすごかった。はい、ということで、こんな感じです。ありがとうございました。はい。人気ない時の田辺さんのマイカストきはやっぱ怖いんで、頑張ってください。で、えー、これだけじゃ何も言うてないんで、すいません。ここで1等また特注場ウっておきます。フェブラリーステークスもそんなに、また枠順、枠ン決まってもそんなかなと思うけど、あれ今回14となん少ないな。 今らいな。はい。で、今回も一応一頭ね特注部打っておきますねで。正直この馬、サンライズ・ノバーに続いて期待してます。オメガ・オパ・フィオに期待してます。インティーよりも期待してるかもしれん。この馬を見ときましょう。どうでしょうかサンライズ・ノバじゃなくて、こっちで行きましょう。はい。ノンコの目ですね。はい。まあ、サンライズ・ノバーは前言った通り、そのね、水含んでる率によるとか言うんやったらもうやめとこうと思って、ちょっとやめたことが今のところね、考察やめとこうと思って、それ当日ならなおかんってこと、ね、で。で、えー、ノンコの目ですけど、 えー、このままね、東京の長い直線は非常に大人ものでありまして。で、なんといっても去年サンライズの場が苦しんだあの乾いたババアをのんこの身を差し切っております。はい。もともと追い込みがあってね、やっぱりババ閉めたときの方が、えー、ば の方が差し切りやすいんで、やっぱ、えー、う思うのがやっぱ強いんですけど、この馬は違いますよで、6回ね、過去両馬で負けてますけど、前走のチャンピオンズカップとか JBC クラシックとかちょっと舞台ちゃうところで負けてるだけなんで、それに届くと東京マイル、去年フェブレリーステークス1着、えー、で、まあ東京ちょっと1004ですけど、ネギステークスも1着、で、チャンピオンズカップ負けましたでしょ。で武蔵野ステークス4着ですけど、これ9ヶ月明け。はい、あとフェブレリーステークス負けました。で、この2回負けた理由はちょっと後で説明します。 フェブラリー負けましたけどね。で、もともとやっぱりこの3歳判の時絶頂期でありまして、ユニコーンステークス、エリューステークス、そして、ちまあ、えー、あと、マサッシャンステークス。えー、もう東京のね、長い直線、そのなめでした。うん。で、フェブラリーも2着と。えー、すごかったです、この時は。はい、チャンピオンズカップも2着以上でしね。で、この後、カえャ、ー、キの4着、テヨーション2着で頑張ってたんですけど、なぜかここから、えー、若干の不振が続きません、ね。チャンピオンズローツク着、東京大賞典4着、フェブラリー7着と。 なんでやってことで。はい。なんでですかって皆さん思い出してください。この馬はっゅうと、フェブラリー2着の時は、えー、このまま4歳のオス馬でした。はい。で、どこどこかしなったかっていうと、確かここやったかな。JBC クラシックの4着なんですけど、こちらで、えー、1000馬なってます。てこうとで、この4ヶ月間で確か虚勢手術をこのまま行いました。で、そっからなんですよね。ちょっと調子を落とした。うん。 エブリン7着もおそらく去勢の影響があった。武蔵野ステークスも休み明けだったし、でもそれでも4着やったし、ちょっとここら辺で復活の気持がしかったんかな。で、メンバーで覚醒したのが去年と。うん。で、去年ね、この東京の長い直線こなしてから、昔、まあ、は去年に直線短いとか、いろいろちょっとね、舞台が間違えてるんですよ、今回全然走ってるの。せやから東京走らせるよううてるんですけど。うん。 はい。ここら辺もね、ムサシとかもう一回挟んだら面白かったんですけど、今回挟まなかったんで。で、今回直行した理由は、秋に3戦使ってるからっていう理由だと思うんで、えー、直行には問題ない。えー、現に、えー、去年はまあ、ネギシテーク挟みましたけど、今年は4戦挟んでるってことで、えー、っとね、ここですかね、チャンピオンカップに着のフェアバリー、えー、4歳、秋4歳の時にしっかり走ってますし、休み明このまま問題ないんですよね。あとは調教できてるか、まあ、調教もこのま,まね、えー、去年同様、最後、 あんまり強めに押してないんでね。はい。まあ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 。このままで67番人気ないでしょじゃあ、買い,いでしょ。はい。相変わらずこのまま人気出ないんでね。去年も4番人気だったでしょ結局、ごめんなさいかったくせに。うん。私も確かまとめにこうじゃないもん。変わってください。はい。えー、のんこの目は当日印上げますわ。多分上げる。えー、白三角、黒三角ぐらい行きたいな。棚のぐらい行きたいね。はい。ということで、えー、重症はここまでにしといて。 であと最後に、えー、何だったっけ。んんんんんあ、復讐生活方法はちょっとまだ迷ってるんですけど、はい、一応まあ、小倉、せっかくなんで小倉、しかもダート戦なんて今まで多分やったことない放送しました、うん、えーと、この同期で、 鈴鹿、えー、フロンティアが一番人気になってますと。うん。じゃ鈴鹿フロンティアターゲットにして。鈴鹿フロンティアは前奏4番人気4着なんですけど、このままが一番人気やって勝てるかっていうなんで。はい。えー、今のとこ考えてるのが、まず1投目が、テームチュロキこちらが前走1番人気で惨敗からの巻き返し、超維持。考え方超維持で、えー、これは簡単なんで、2番人気でしょ、テームチュロキって。そうでしょ。で、ここでちょっと一投面白いんが、もう一投打っておきますね。多分このままじゃなくなると思うんですけど、はい。特注がですね。はい。iFi1 をですね。まあ、これ、副賞生活一点ばり制っていうのは難しいんですけど、非常に。うん。 これは難しいだろうん十何万人気やからな、はい、ただね、ちょっとね、やっぱりね、えー、最近ね、500万クラスといでね、えー、距離の場所からめっちゃ安定してきてるんですね、えー。去年の秋から2着、3着、3着、4着でしょ。で、前走ようやく買った時は、えー、2着王に圧勝ですから、うん、デムちゃんの逃げた馬に3馬所以上離します。で、500万と1000万のこのダート、しかもローカルですよね。 正直ね、力の関係ってほぼ変わらんですよ。で、前奏この勝ち方してるんで、正直1000万クラスでも勝てる内容やったと思うんでね、あ,のあんだけつけなしたら。うん。やったら、まだ人気なんやったらこのままもう一回逃げたいとかね、ちょっと場に行ったらノーマークやったらもう一回チャンスあるかな。逆にまだテームチュロキーとかね、人気背負うんで、このままマークされるぐらいやったらフリーでいける、ライファイ中がもしかしたらもう行っちゃうかなと思っます前奏非常に綺麗な勝ち方、まあ一番人気やったんですけど。うん。 もう一回人気ない時に解体いいやった子供かな。えー、500万の時一回13万に原借突っ込んできてるんでね。しかも150、185倍で噛んだ。ここで突っ込んできてるからね。相変わらずノーマークやったなと思って。3レターなんぼ。なんと17万円そんな高なかったらすいません。はい。ということで、このままにしておきましょう。はい。すいません。ちょっと走りましたけど、以上で自己調査終わっときましょうか。また明日本ちゃん、本チャンで土曜日の分、放送お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。